はい。成城石井で他人とすれ違うの困難すぎる。ほんとこれだけなんですけど、困難じゃないですか。なんであんな狭いんだろうね、あの通路が。カゴ持ってるから、カゴ上に上げて、すげえ横になりながら、すいませんすいませんって、あの、でっかいチーズの棚の横を、すいません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 って言いながら。あれ、なんでなんでしょうね。どの成城石井に行ってもあれですよね。なんか、古店舗であるやつも、おっきい駅中施設に入ってるとこも、全部ギッチギチですよね。広い広い成城石井ってないのが、あれがスタイルなのかもしれないですね。そう考えたらね。あの謎の狭さね。あの狭さがいいのかもしれませんね。うん。たっぷりぎっちりあるよっていう。でもドンキホーテも今狭いよっていうのありましたけれども、やっぱりたくさん、もう目移りしちゃうなーっていうあれを演出してるのかもしれないけれども、またマダムじゃん、すれ違うの大体ね。うん、正常マダムじゃん。すいません、失礼いたします。こんなね、のぶしみたいなね、うん。脱毛もいけてない男が申し訳ないですっていう気持ちになっちゃうから。あっていう。ね、あれね、不思議です。レジも大変なんだよね。レジに並んでる時点でもう通路にいるから、普通にそのね、レジに並んでる人を縫って買い物をしたい時のすいませんね、おたくさんはもうお会計かもしれませんけれどもね、私は今からね、スモークチーズを買うんで失礼しますって、お尻をブン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 ってやりながら、ケツねじ込ませながら失礼いたしますね、私は今から生ハムを選ばないといけないんでね。そうそうそう。レジ並んでるから、だいたいどっちかに寄ってんじゃん。その寄ってる側の棚が見えないんだよね。すいません、ちょっとそこにあの、ちっちゃいピクルスがあると思うんですかね。ちょっとハリボーのとこ塞がないでもらえますか？ブン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 。気まずいんだよね。その待たないといけないんだよね。だからさ、一回さ、あの、結局レジ並ぶよね。レジ並んで、スッと前進んで、で、そこの棚のハリボー買って一回離脱するみたいな。まだ会計じゃないけど、一回スッって並んで、一歩進んで前習いで、ここで、プレッツェルでかいなーって。この中くらいのサイズが欲しいんだけどな、これ、食い切れ。離脱。成城石井の品揃えで30分、店の自分の立ち位置の難しさで30分で60分雑談はあるかもしれない。たださ、なんだろう、成城石井で60分ってさ、やっぱちょっと Z 世代には見せにくいというか、やっぱ、俺だけかな？そんなにまだあの、成城石井に若干のハードルの高さを感じてるのって。若干どれもね、いいものなのか、薄高いし、みたいな。勇気いるのよ。配信のタイトルに、成城石井で、つって。業務スーパーはね、昔、近所にあった頃はよく行ってましたね。うん。ブラジル産のガンガラガンの凍ったね、冷凍の鶏肉を、2キロ1パックで、安いと600円とか700円くらいじゃないですか。ね、それをこう4パック買って、8キロぶら下げて徒歩で家に帰るってのをよくやってましたね。で、その鶏肉2キロ一気に解凍して、デカ鍋に水炊きを作って食うという。だから結局その鶏肉しか買わないみたいな。鶏肉と豚こま500しか買わない感じだから、いや、もっと面白いのあるよっていう風にね。みんな言うと思うんですけども、なかなかね、一人暮らしでね、あの、ししゃもフリッターとかをね、やっぱ買えないですよ、難しくって。デカ青じそドレッシングとか、ちょうどいいのがないんだよね。あ、そうだ、ポン酢買わなきゃと思ったら、もうポン酢もさ、なんか、ほんとあの、大五郎みたいなサイズのポン酢しかなくって。野菜もそうだ、白菜買わなきゃっつったら、もうあのね、半分でいいところ、一スフィアあったりするから。そう、そこなんで、使い切れないなーで、結局ね。でもあの、春雨はめちゃくちゃ買ってたな。なんか中国から直接引っ張ってきたみたいな。ほっせんな、なんかチリチリで。一回に使う分があの、ぐるぐるのさ、綿飴みたいになってるやつが、5個くらい雑にギューって詰まってる、縦長のやつあるじゃないですか。あれ、重宝しましたね。でもあれ、じゃあこの一玉が一回分なんだなと思って、こう、わさっとね、ほんとになんか、抜け毛みたいな、ごそっとした塊をそのまま茹でると、もうお腹パン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 になっちゃうっていう。限られたものしか買わなかったからね。結局あのね、牛乳パックに入った羊羹とか、ああいうチャレンジフルなやつがね、冒険できなかったなぁと。まあこれ一人暮らしの悲しいとこですよね。でも今ならみんなを集めてやるよと。やあやあ、七次元性とかいと。羊羹買ってきたから食わないかいっていう風に。人を巻き込むこともできなかないかな。やあやあ、天下いつかさ、二人でこの羊羹を半分こしようじゃないか。業務スーパー妖怪ジジイ怖いね。面白いけど。今日なんで集められたんだろうっつったら、俺がもうあの、パンパンの両手いっぱいのね、カサカサ袋を持って、やーやー諸君と。
まずはこのアメリカネットフリックスサイズのアイスだ。これをソファーに寝っ転がりながら食うんだぞと。直接だよもちろん。誰が小皿に移していいのか。一人一個だこれは。はい、これがバニラな。これがチョコ。で、これがバニラチョコ半々のやつだ。好きなやつを選びたまえと。今日はこれ食い終わるまで返さないからなと。悲しいことを思い出しながら食うんだぞと。悲しいことを思い出しながら映画を見ながらだな。映画もシュレックとか見ちゃダメだぞと。もっと悲しいやつだよね。ショーシャンクがギリだ。直接泣きながら食うんだよと。おのおのでやるんだと。そしてこのタルタルソースだと。すごいだろうこれな。学生食堂でしか見ないタイプのな。これは今日使い切るまで返さないぞと。安心しろ、キャベツならある。行数の魔人ね、こいつ。怖いね。冷凍の、冷凍庫の中に入ってんのに紙パックにくるまれてる焼き鳥とかさ、あれめっちゃうまいんだよね。あれね、魚焼きグリルで焼いたらめちゃめちゃ美味しいんだけど、それを食おうじゃないか。50本ある。50本が2箱だ。さあ飲もうじゃないか。うん、ね、ビールはタンクで持ってきた。行の字の仮面つけててほしい。行っていう字のあの隙間から目が出てるのね。で、やってたセミの裏側みてえで。楽しいなぁ。行数の魔人として。普通大体さ、ね、友達と一緒にやるんだったら、そりゃ、行数に買い物に行ってみんなで、うわぁ、これすごいねーとか言って、うわ、ギャバの胡椒こんなでけえのあんのとか、やんない。買い出しは、うん、俺が一人で行くんで任せてくださいと。みんなはもう家でふんぞり返って待っててくれと。その代わりもたっぷり買ってくるから待っててくれよと。鶏皮2キロだ。極端なんだよな。あと別に安くなかった卵だ。別に安くはないんだよね卵。ただ死ぬほど安いな。25円の豆腐はあった。これをどうせあれでしょ、また3年後くらいにさ、こういう雑談の時にさね、行数の魔人待ってますってまたコメントに来て、あったね、言ったっけそんなんみたいな。覚えて、後でメモっておきます。ね。行数の魔人。行数の魔人25秒上陸。25万キロカロリー消費。これ行きましょう。だから俺初めてその業務スーパーを業務として使うのが魔人になる時かもしれないという。その行数の魔人が受けたら、もう次はね、花正の魔人とか、シリーズ化できますからね。何の話でしたっけ？その成城石井だ。成城石井の魔人もまあまあ怖いけどね。で、リキちゃん、ずいぶんかかるなーって、なんか飯買ってくるっつって、って言って、ただいまーって言ったら、全部成城石で買ってきた。レシートだ。怖え、こいつ。なんでこのバカでかいシュークリーム4個入ってるやつ。食え食え食え。レシートだ。カルピスバターを買ってきてあげたよ。みんな好きでしょ、カルピスバター。カルピスバターとドラ焼きを買ってきたからね。この大きなドラ焼き、栗ドラ焼きのまず皮をめくって薄切りにしたカルピスバターを挟んで食べるんだ。これを1個食べるとニキビが4個できる。この魔人にやって切れ物だらけになろう。